回もご覧の皆さんよろしくどうぞ。秋野博です。ついに行きましたね。めっちゃハハ言ってるでしょ。もうやっぱ興奮が止まらないわけですよ、ね、皆さん。なるほどね。待ってた。はい。なんだったら買いに行こうまで思ってた。このルマンドのアイス。ルマンドのアイスずっとうまいうまい言われてて、うん、でも関東ではまだ売ってなかったんですよ。ね。本日から。昨日から。発売ということでね、うん、早速ブルボンから出てるルマンドのアイス食べていきたいと思います。いただきます。見た目よし。あ、なるほど。このモナカなんですけど、これ一個一個ね、うん、なってて、これ多分パキッと割るとこのルマンドアイスが入ってる。なるほど。で、これ一つずつ食うという感じらしいですけど、食べちゃっていいですか。あ、もう匂いがもうルマンドで、ルマンドな感じで、ルマンドルマンドしてますね。はい、なるほど。じゃあいただきますよ。うわ、うめ、うまい。ちゃんとレビューしてください。新感覚、いてモナカ系ってさ、外サクサク、中しっとりのイメージ、うん、あってもチョコがパリッと入ってるとかなんだけど、外サクサク、中サクサク、歯茎ガチャガチャ、うん、地層濃炉ぐっちゃぐちゃ。まあ、味はどうですか。なんかもうちょっとこうルマンド感というか、うん、濃くてもいいんじゃないかなって思う。モナカアイスにルマンドぶち込みましたね。本当そのまんまだね。また食いたいかって言われるとちょっと難しいアイスだね。うまいけどすげえうまいっていうわけではないかな。あ、でも薄く上にもなんかルマンドのチョコレート入ってるんだ。これ大事な要素だよ。だから普通のバニラアイスとかよりもすごく甘さ控えめなんで、甘いのが苦手って人でも食べれるアイス、モナカ系だと思う。ただやっぱちょっと前回のやっぱガリガリ君をこういうことは私からできないですね。あー、持ってきてあげるか。うん、やっぱうまいわ。今回は甘いのが苦手な人で、でもアイス食べたい、モナカ好きっていう人は、新しい新食感、外サクサク、中サクサク、歯茎ガッチャガチャ、これもぜひ体験してみていただきたい。新しいキャッチコピーできたね。うん、外サクサク、中サクサク、歯茎ガッチャガチャ。皆さん、ルマンドの新商品食べてみてください。バーイ。せーの。歯茎ガッチャガチャ。